はい、今回はレタッチやっていこうと思います。こんな感じからこんな感じになります。で、今回はデータを借りてやっています。中野くんっていう方から借りました。まあ、たまに一緒にレタッチして勉強している方です。九州の方で、撮っていて、自分は知らなかったんですけど、九州の方でもね、こんな無表になるところがあるんだなっていう感じで。で、一本の木、真ん中中心にあって、その周りを囲むような、無表の木が歓迎してるというか、中心にこう手を伸ばすというか、まあ、そういう感じなんで、まあ、中心に目が行くようにしたいっていうことなんで、そこを、重視しつつ、まあ、これはもう作品として1回レタッチされてるんで、まあ、そこからどのぐらい、またもう一段階何か表現できるかどうかっていうのを、やってみたいと思います。で、ボディは α7R3 っていうことで、まあ、自分と一緒ですね。で、レンズが、ソニーの 24-105 の G レンズかな。だと思います。なんで割とね、描写は綺麗なんですよね。はい。で、ちょっとデータ載ってないんでわかんないですけど、そんな感じだと思います。一度レタッチしてるんで、まあ、こっからやるんだったら、Photoshop からいきますか。で、右クリックして、Photoshop で開いてもらう。はい。いつも通りそこはやって、はい。Photoshop で開いたら、まあ、この鍵マークをクリックして、レイヤーに、背景からレイヤーにします。で、レイヤーをコピーして複製します。まずこの写真のことを整理していくと、アスペクト比はこう横に長い比率なんで、もう少しまあ正方形に近い形にして中心に持ってきたい目を。で、まあ、中心でこの木がメインなんで、そこに対するこの木の引きつけるようなこう何て言うんですかね、中心に持っていくような力っていうのをもう少し、強くできたらなっていうふうに思います。で、上の方にこう光が入ってるんで、まあ、ここを多分後で足したと思うんですよね、レタッチの時に。まあ、これが若干右に寄ってるんですよね。この辺に中心点がある感じ。まあ、こういった時に若干のズレあるんで、これをこう綺麗に中心に入るような形にしていきたいと思います。うん。まあ、そのぐらいでいいかな。あとは、まあ、この木の感じをもう少しうまく表現できるようにしていきたいと思います。はい。ということで、まずは、切り抜きツールで上に伸ばします。だいたい。で、若干正方形に近くして、自動選択ツール、レイヤーを選択したまま押します。そうするとこの透明な部分、この、チェック柄みたいなところが透明な部分なんですけど、そこを選択します。そうすると自動で選択してくれてるんですけど、そこに選択範囲を押してもらって、選択範囲を変更。で、拡張。で、これは何でもいいんですけど、まあ、今回5で。はい。そうすると、この境界線が若干広くなるんですよね。もう少し分かりやすくすると、拡張で、まあ、10ピクセル。はい。こんな感じに若干でこれをして、まあ後でこれが効果が出てくるんですけど、これをして編集でコンテンツに応じた塗りつぶしを選択します。まあ、前回の動画でもやったんですけど、はい、でこの明るいところだけなんで、この木の部分は除外して、このマイナスのついたブラシで塗ります。で適用を押すとこんな感じに反映されます。で良ければ OK を押します。でコマンド D で選択範囲が消えます。そうするとこんな感じに若干上の空間が増えるんですよね。でもうこれで OK なんで、レイヤー統合してまた一応複製しといて、でどうしようかな。で遠近法ワープでこの上の部分、中央の木にかぶらないように囲ってもらって、でもう一個下の2つ区切ります。であとでここの位置は調節できるんで調節してもらって、そしたら今度ワープを押して、これで若干ここを引っ張ってあげて、ここも少しずらせるんで、よいしょ。でここ上がはみ出たのが分かると思うんで、そしたらここを引っ張って、上の光の感じを合わせます。はい、 OK だったら丸。どうですかね。まあここの辺がちょっと違和感あるんで、ここはちょっと合わせてみますか。はい。スポット補修ブラシか。でちょっとちょんちょんやるとボケながらなんとなく雰囲気合わせてくれます。まあこの辺もやもやしてるんですけど、まあ、ちょっと使わない範囲もあるんで、はい、こんな感じでもう一度切り抜きます。こんな感じかな。まあこれでだいたい OK で、トーンカーブちょっともう少しコントラストを入れてあげて、ではい、ここら辺がね、輪郭が色がちょっと悪いんで、そこは直したいですね。はい、でもうちょっと本当はこれをねグイッと持ち上げて、その木がこう内側に入るような雰囲気を追加したいなと思います。さっきと同じように遠近法ワープを開いて3等分ぐらいにしてみます。はい、でワープまあこれはうまくいくかどうかはちょっと分かんないですけど、はい、どうかな。こんな感じからこんな感じにこうちょっと谷が深くなったような感じなったかな。はい、そうですね。ここから、この光の色をちょっとどうにかできるかやっています。色相でちょっと色を落としてみるか、この指でスポイトかでイエロー系なんでイエロー系のサイドを落としたり、明度をちょっと変えて、ちょっとレッドかな。あんまり変わんないですよね。良さそうかな。ここの辺のね、ちょっと変な色が入っちゃってるんで、そこだけどうにかできないかな。一旦これでやってみますか。レイヤーマスクをコマンド I で反転して黒マスクにしてブラシで塗っていきます。これはお好みで。で、白マスクで塗ると効果が入ってくるっていうところですね。若干色抜けたんで、これでちょっとやってみますか。はい、そうしたら一回レイヤーを統合して複製して、でフィルターの表現手法油彩を選んでもらって、こんな感じ、ここの表じゃないな、メニューを見てもらって、でここで拡大してどこが見たいか選んでもらえるんで、これで変えます。あんまりかけたくない場合はこの携帯っていうのを下げればかからなくなったりしますね。ほんのちょっとでもいいんですけどね、これぐらいでやってみますか。で、この光源っていうのが光の向きなんで、上から来てるんで、上の向きで合わせてやってみますか。で、OK。これを押すとこんな感じに、もしゃもしゃというか、割とこう、綺麗に表現されるんですよね。で、この幹の部分も、入っちゃうんで効果が、それが嫌だったらこれをブラシで消してもらえば、レイヤーマスク作ってか消してもらえばいいと思います。はい、こんな感じ、主にこんな感じですね。で、上が若干光の感じが良くないかなと思うんで、これをまた統合して複製して、でフィルター、カメラローフィルターかで円形マスクでしたっけ、円形グラデーションかを使ってうまく表現できればいいかな。ちょっと白飛びさせてみますか。こんな感じでカラーグレーディングかで、シャドウ部分を少し青を入れていきますか。で、ハイライトちょっと黄色くしてみて。うん。ハイライトどうしようかな。ちょっと中間をブルーに振ってどうなるか。くどくなっちゃいますよね。もう少しコントラストつけてもいいかな。うん。ちょっとこれぐらいにして。まあ、寒々しさが入るとなるとやっぱブルートーン入れてって感じですかね。うん。まあ悪くないかな。はい、ちょっとコントラスト入れてみますか。こんな感じかな。はい。で、結構、まあ、いい感じになったんですけど、もう一個思いついたんで、もう一個、効果を入れていきたいと思います。一応、レイヤー0をコピーしておいて、レイヤー、ただのレイヤーっていうのを作ってもらって、で、スポイトツールで、この明るいところら辺の色をちょっともらいます。で、白、ほぼ白なんですけど、ちょっと青っていうのを狙って、この辺をに持ってきます。そしたら、ブラシで、透明度100にして、流量100、滑らかさは0にして、雪のぼけた感じ、雪が降ってる感じを追加していきたいと思います。で、これで手前側をちょっと入れてきます。うん。どんくらい入れればいいかわかんないですけど、ちょっとやってみて、手前こんな感じで、で、不透明度下げて、ちょうどいい感じにします。まあ、とりあえず、後で直せるんで。で、レイヤーにもう一枚作って、今度はこの奥の方の雪を作ります。あんまりね、入れすぎない方がいいのかな。で、太め度下げます。自然にやるっていうのが難しいんですよ。なんとなく置いて、不透明度を下げて。うん、ちょっと手前のやついらなかったですね。一回これをやり直したいときは、レイヤー1をゴミ箱に捨てて、もう一回レイヤーを作れば、レイヤー3次出てくるんで、これでもう一回やれば大丈夫です。うん、まあ位置が難しい、本当に。あまり手前いらなかったですね。奥に作った方が良さそうですね。まあ、こうやって濃度変えてあげると自然かもしれないですね。うん、難しい。本当に難しい。はい。ちょっと振らせすぎですね。ちょっと減らして。うん。こんな感じ。で、もうちょっとここ、色を、この、レイヤーの効果で消せればいいんで、ちょっと流量と太めと下げて、塗ってみます。で、レイヤー効果ちょっと変えてみて、うん。うまくね、ごまかせないんですよね。こんな感じかな。で、ついでにちょっとこの辺も明るくしときますか。よし。そしたら、これでいいと思うんで、で、保護して、で、これで保存します。はい、こんな感じでやってみました。構図の方は若干上に伸ばして、で、木の質感も追加して、中央に来るように、若干変形をした感じですね。で、雪を降らすっていう効果を、さらに追加してみました。雪を降らす方法は、まあ、いろんな方法あると思うんですけど、まあ、これが一番手っ取り早いというか誰でもできる簡単な方法だと思います。あまり自分自身は使わないんですけど、あると、面白い雰囲気を追加できるんで、おすすめです。まあ、次からね、自分も使ってみようと思います。はい。まあ、こんな感じでやってみました。どうでしたかね。結構面白い感じにできたと思います。ぜひ、チャンネル登録といいね、よろしくお願いします。あと、こんな感じにレタッチしてほしいとか、リクエストがあったら、ぜひ、コメントでも、DM でもください。それではまた。